ハルミさんこんにちは、カンデスということで、皆さんこのアスラやハルを使ってますでしょうか。この子たちはですね、今までにない能力を持っていてね、エアモードってやつを搭載しているかなと思うんですけど、やっぱ使う難しいじゃないですか。その中でもね、まあ上手い人たちはやっぱ使いこなしてるわけなんで、今回はですね、そのね、アスラとハルで強い人のアスラとハルに当たってきましたんで、今からその試合を見ていってください。どうぞ。はい、というわけで1戦目見ていきたいなと思います。相手のレーター2486ということで、これ前回大会の時に撮った映像ですね。で、相手はね、アスラを使っているという形になっているんですけども、アスラに持たせているラケットはアスラモチーフのラケットですね。今持ってる方はね、250ジェルを使ってゲットしたっていう形になっているんですけども、今持ってないという方であってもですね、イベントでちゃんと上位に入ればですね、このラケットたちはもらえるっていう形になっておりますので、まあぜひともね、取り忘れないようにしていただけたらなと思います。このラケット結構強くてね、SS、相手の SS を補給したら、その SS の軌道をそのままコピーして GS で好きなタイミングで撃つことができるっていう、結構強いラケットになっていて、こういうアスラとかね、あと瞬間移動系のキャラで持たせてあげると、結構化ける系の性能になっておりますので、まあよかったらね、このラケットは取るようにしていただけたらなと思います。このラケットについて詳しくね、性能紹介してる動画前に出してますので、よかったらそちらも見てくれたらなと思います。めちゃくちゃ上手くないですか？もう完璧に使いこなしてるね、このエアボード。そっから SS もさ、ちゃんとあれで補給してさ、ほんでなんか、決めるときにバーン来てさ。ほらまあこれのデメリットってか、ちょっとだけ注意すべき点は、この、エアモードっていうのは2回使うことができるんやけども、この2回とも使い切った後はですね、17秒間することができないっていう、そういう状況で陥ってしまうので、そこにだけ注意してね、戦っていただけるといいんじゃないかなと思います。あとまあ普通にですね、使うのが難しいっていう点もあったりするので、まあこの動画、今から3本ね、強い人との試合流すかなと思うんですけども、その後にですね、うんまエアモードってね、こういうだからドロップとかもスマッシュ打てるし、普通になんかどんな球でも大体スマッシュ打てるってえげつない能力を持ってて、タイムよくすればああなるっていう感じになっているんですけども、ちょさっきの言いかけてた話を言うと、この試合を見た後に最後にちょっとだけねコツを紹介したいなと思いますので、使い方が全然わかんないよっていう方はぜひ見てください。でも俺がこのねエアモードのキャラたち持ってるっていうわけではないので、正直この人たちと比べたらめちゃくちゃ下手くそかなと思います。ただまあコツというか意味は分かってるんで、それが分からないって方は最後まで見ていただけたらなと思います。なんならさっき飛ばしてから、まあ、今から試合見るとかそんなんでもいいかなと思うんですけど、鬼うまない。もうなんか勝ち目なかったもんな。うん、ほんまにね、アスラめっちゃ強い今回のキャラの中でアスラとアイリスが圧倒的に強い。ハルな、ハルもなんかうまいとか使ったらうわ無理やってなんねんけどさ、なんて言うんやろ、なんかまあどっちも同じぐらい相手に当たるんやけど、アスラの方がヤバって思う機会が多いっていうのがあるんで、まあアスラはまあ使いこなすのが結構難しいからあれやねんけど、使いこなすんであればこなせるんであればめっちゃ強いし、アイリスの方が使いやすさは勝つので、まあ人によってアイリスの方が強いみたいな感じになっているんじゃないでしょうか。というわけで2戦目はですね、ナンバーついてましたね。今までタワーで100以内に入ったことあるというめっちゃ強いという感じになっていて、結構レートもね今2100ぐらいやったかなと思うんですけど、まだねタワー10日ぐらい残ってる時点でこのレートってのは結構高いと思うんで、この人も強いっていう感じの人になっております。でまあアスラもハルもですね、一定ダメージを受けるごとに雷を落とすっていう能力があって、その雷に相手が当たると多分感電食らうのと、まあ、ノクバ食らうっていうやつがあるので、それで得点していけるっていうのも、まあ、結構の厄介なところですよね。ほら、あ、感電は食らってなさそうやな。なんか別に感電無効とかついてないもんな、アイリス。でまあ普通に SS で決められてしまったと。で、まあ、春に関してないけど、まあ、今は強いかもしれん。ただ、なんかこの黒いところに入ったらさ、SS 打てないとか、ちょっと周りが黒くなるとか、そういう能力あるかなと思うんですけど、今ね、それプラス入ってる時に打球でね、普通にドロップとかボレーとかしたりとか、あとスマッシュとか打ったとしても SS が溜まれへんっていうのがあるかなと思うんですけど、あれ仕様ではなくてね、バグらしいんで、あれがもし治ってしまうと、結構ね、戦いやすくなると思うんです。今やったらね、その入ったまま打ってしまうと、SS が溜まらないっていう恐怖からですね、ちょっと打ち方が変になってしまったりとか、ちょっとなんか空振ってしまったりとか、そんなんがあったりするんですけど、まあ、これが直されてしまうと結構ね、うわ取れないあれなんで、なんかやっぱどんどん微妙になってくるような気がしてるんですけど、まあ、でもやっぱ低バウンドついてるっていうのは強いですし、あとエアモードでね消える球になるんで、瞬時にね判断して取らなければいけないっていうのも結構厄介な点かなと思うし、あと入ってる時はね判定弱体つくんで、まあ、ジャスト確定のキャラであっても、ちょっとだけ弾が遅くなったりとかダメージが減ったりとか、そういう作用もあって、まあ、使う人が使ったら強いと思うけど、やっぱ難しいよねエアモードほんまに出た当時からもうこんなんどうやって使うねん言うてる人が多かったけども、まあ、それに対して1日目からめちゃめちゃ使いこなしてる人もいたりとか、ほんますごいなと思うんやけどね、いや半端ないよね
俺こんだけで当てても使いこなせる気せえへんわ。なんか瞬間移動とかさ、リープとかさ、立体起動、あの辺はなんかタップしたら勝手に行ってくれるっていう性能なんやけど、エアモードに関してはさ、その自分で移動させなあかんっていう、なん自動エイミング機能みたいなのがないわけやんか。だからそれがなかなかきつい。ほら見てこれとかさ、ほんまはスマッシュしたかってんで、ほんまはスマッシュしたかってんけど、これ侵食のとこに入ってしまうという施設がたまらないっていう感じになってるので、ロボを撃ったと。まあそれのおかげでね、あの逆に決まったって感じなんですけど、まああの基本的にエアモードは相手がスマッシュ撃った時にもう前からブワーンって返してあげたら結構ね得点力生んでいけるっていう形になってるから、俺がねあの相手がロブとか打ち上げになった時にエアモード発動させているっていう感じになってるんやけど、俺が裏を書いてというか、まあ春やからってのもあるんやけど、まあロブを打ってしまったね、それが逆にフェイントになってしまってね、それであの相手ミスってるという感じになっているんですけども、まあそういう戦い方が結構良かったりするので、まあもしあのわざとロブを上げてもいいでしょうし、もう打ち上げた時とかはエアモードを使ってね得点につなげていくっていう感じの戦い方をしてる人が結構多かったりしたんで、ぜひともそちらを真似していただけたらなという感じになっております。はい、よいしょ。いやアイリスほんまこれ10秒でこれ復活するの普通に強いな。ほんでこの子ねちょっとだけ体力なくなりやすいよね。なんか何秒かごとに体力15を回復するみたいな能力あったりするんやけど、ほら見て95とか狂ってる。なんか対決とかでなんか普通に元から体力枯らす能力すごかったりするんやけど、な謎にね。なんかスマッシュとかで、まあ、こんな95も入った覚えはあんまないけどさ、60ぐらいは結構安定して入るイメージはあったりするから、ちょっとこの子軽減靴履かせようかどうか悩んでるまであるんですよね。まあそんなことは置いといて、次3戦目なんですけど、まあ、この人はすごいよね。この2人だけでこのレートですから、しかもこれまだ10日ある状態ですからね。ほんまにめちゃめちゃエアモード極めてる人なんじゃないでしょうか。この人のコメントもなんかエアモード最高みたいな感じのコメントやったと思うんで、まあ相当練習してきてる人なんじゃないかなと思うんですけど、まあエアモードね前から打たれて結構厄介やったりするんで、俺はもうほとんどロブ打っちゃいますね。もう怖くてね。よいしょ。でまあスマジュとか乗せてることほぼないんで、アスラに関してはダメージ厳選してるんが多いんじゃないですか。ちょっとわからないけど、まあ全然研究してないからわからんけど、もしまあ気になる人がおったら、あのタワーのね掲示板とかで上位100名の人見ていただいたら、あの1人ぐらいはアスラね入れてるかなと思いますので、ぜひともそちらを見てね、あの参考にしていただけたらなと思います。でアイリスはちょっとだけ遠かったら取れないということをこの試合では学習しました。いやほんまこのミスはだいぶ痛かったよね。で今めちゃめちゃ速い球飛んできたかなと思うんやけど、あれはさっき言うてたアスラーモチーフのラケットですね。アイリスの SS を取ったから、アイリスの SS の軌道をコピーしてそのまま返したから、まっすぐブワーンって速いのが飛ばせたっていう感じになっていて、で相手まだエアモード使い切ってないんでね、普通に前からえげつなく速い球も飛んでくるんで、まあ、これだいぶ注意して戦わないといけないっていう感じになっております。まあこのね一定ダメージごとで飛んでくる雷普通に強いよな。なんかボレーほんましたかったけど、避けるためにちょっと下がって打ったりとかして、ちょっと決めきられへんかったっていう、まあ相手がエアモード使ったかどっちにしろ決まらんかった説はあるけども、それでも普通に一定回数で飛んでくるのはでかいし、アスラはもう前のエンブレムつけたらね体力枯れることなんかほぼないっていう形になってるので、結構厄介なキャラになっているんじゃないかなと思います。ということで、まあこんな感じにしょうもなく終わっちゃいました。でまあどうやってねあのエアモードで移動するかって言いますと、あの瞬間移動とかやったらさ、下フリックしたら弾の後ろの方に自動的にね移動してくれるかなと思うんですけども、エアモードはですねそういう自動的に行ってくれる機能みたいなのは搭載してなくてですね、自分がフリックした方向に進んでくれるという感じになっております。なので瞬間移動みたいにですね、下フリックをすると下に行くし、前フリックすると前、右やったら右、左やったら左みたいな感じになっていて、でまあ今言ったら4方向だけじゃなくて、左上にフリックしたらちゃんと左上に行くっていう感じになっているんですよ。なのでほんまに自分の行きたい方向に向かってシュッてやっていただくと動けるっていう感じになっております。でこれってね、さっきも言った通り2回しか打てないっていうのがあるんで、ちょっと今リセットしたいなと思うんですけど、これ何回もシュンシュンできるんですよ実はね。ちょっと全然できなかったね今。ほらこういう感じでめっちゃ何回もシュンシュンできるからめっちゃしたくなるのはわかるんやけども、これやってしまうとね変なところに飛んでいってただ失点するだけの人になってしまうので、まあ初めの方はね一回シュンってやって、でこっから歩いてパンみたいな感じで打っていただいた方がまあ楽かなと思います。アスラの場合やったら SS 溜まったらさ全打球ジャストになって、このなんかエアモードの起動もさ雷襲来ショットになるじゃないですか。なのでまずそれでまあ打つことを練習していただいて、その後はですねさっきのうまい
い人みたいに、あのまあ普通に初手とかにも、あ、そう、こういう時に打ってあげる。今のほんま左に打ちたかったんですけども、こうやって一気に間を詰めて、相手がいない方に打ち込んでいただく。そういうのをしていただけますと、初めから得点も、あの、相手がめっちゃ警戒しとったら無理なんですけど、割と揃えたりもするし、こういうロブを上げて、ほんでこうやって打つみたいな。今のもほんま左に打ちたかったんですけど、これなんか操作するのってできひん感じなんか、多分できると思うんですけど、僕は今できなかったんですけど、まあ、こういう感じにですね、相手がいない方向、まず球に近づいて、ファッみたいな。相手が右側、左側に寄ってる時に間を詰めて反対側に打っていただくっていうのをやっていただくと、まあ、基本的には決まるっていう形になっているかなと思いますので、まあ、ぜひともこのようにしてね、エアモードを使っていただけたらなと思います。で、まあ、あともう一つの特徴としてはですね、普通の球もスマッシュ打てるっていうのがこの子の、あの、特徴になっているわけなんです。なので、こういうドロップであってもスマッシュ打てるんですね。今打てなかったんですけど、まあ、ドロップもさ、めちゃめちゃ拡大してみたら、ロブみたいにですね、山なりになってるわけじゃないですか。その山なりの頂点の時にラケット振ってあげると、結構スマッシュ打てるっていう感じになってるんで、今、ちょっと難しいな。あ、これ絶対打てる。あ、こんな感じに。ちょっとだけ高く浮いた時やったら、こうやってね、スマッシュ打てるっていう形になっているので、もし相手がドロップレーンとかでね、守りに固めてきた際は、もう積極的に前に行ってね、スマッシュ打ってあげると結構早かったりするんで。まあ、ボレーはボレーで悪くないと思うんですけどね。こういう感じで遅いボレーとかしたら、決まりやすかったりもするかなと思いますので、この2択と、あとまあ普通にね、さっき言うてた、この移動して、なんか速い球を打ってね、決めるっていうのもありかなと思いますので、まあ、このね、3択で相手を苦しめていってやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで、この辺で終わりたいなと思います。バイバイ。